昔の図を見るとね、このこっちの辺にも一つお社みたいな拝殿みたいになったから、多分これを作る前はこっちから上がってたんじゃねえかと思うんだよね。あ、ここ女に作ってる場所がありますね。あ、このね、ここに、あの石段じゃなくて道があって、だからそれが多分一番古いあれかもわかんないね。なんで飯綱になるんですかね。これは防止してるんです。で、本来は飯綱社の、あの飯綱社っていうのは原田神社の管轄家の、あのあれらしいんですけども、飯綱大明神がどっかこっちの辺にお祭りしてあったらしいんですよ。それで明治41年の神社合祀令によって合社したと。それで飯綱稲荷社になった。飯綱稲荷って割とあのこデータで引いてもないですね。そうですね、あの、まあ、特殊な関係、ただ便宜上の関係でしたね、これね。まあ、ここに相撲場があってね。あ、ありました。子供の頃の。俺は相撲やらなかったからやりませんでしたけど。あの、町中からやってましたよ。ここで。それでなんか日の丸さおごとこう、優勝者には、くれるとかさ、日照記を。それはね、我々の時代はもうなかったですね。こっち行ったのはもうその防止令で、これみんな、あの、まあ、防止令によって路傍からこっちへ運ばれたとか、屋敷神さん、そこの家がいなくなって、まあ、邪魔って言っちゃおかしいけども、まあ一応なんかそれぞれに刻んであると思いますよ。あ、え、いいじゃないですか。何ですか。あ、ないですね。そういうぐらいあるんです。